やっほー、やばい、キャリーケースが、まあいっか、見えてないもんね、なんか。2日連続メイクしてないからガビビーンって感じ。すごい来たよ、こんばんは。はい、やっほー、寝るの、おやすみー、おつ、そのガビビーンです。こわ、リップだけ塗りますね。可愛くない？この色。めっちゃ塗ってる感半端な。マジ焦げれないなりそう最近。なんかちょっとしか外にいる時間ちょっとだけなのに、結婚していいよ、外なのちょっとしかいないのに、マジでもうなんかマジで5分外に出ただけでやばい焦げてないかなって腕見ちゃう。今日もかいねしてるよ、うんうん、明日頑張ってありがとう、うん、ね、いちごジャムなんかブルーベリーに近いかも、イチゴより鮮やかじゃない。え、マジで最近本当にあのガチで日傘を買おうか迷ってる。もうなんか日焼け止め塗るの嫌だから日傘買おうかなみたいな。でも日傘もう雨降っててもさ傘ささないぐらい傘嫌いだから、日傘とか絶対買ってもささないだろうなみたいな思ってる。え、レナの親友ちゃんはなんだっけ、ヒサロンに行ってて焼いてた。マジで何してんのって言ってます、会うために。月なんて見てないですね、夜外出てない、夜外出てないっていうかマジで外一瞬しか出てないな今日。行きと帰りとコンビニ行った、まあまあ出てた。濡れてない髪の毛濡れてないよ。そう、日傘ね送ろうかって結構言われるんですよね、言われたことあって、だけどね使わないかもしれないって毎回言っちゃってるんだよね。だからなんかファンの人からもらって使わなかったら申し訳なさすぎるから、だから自分で買ってみて使わなかったら、いやでもどうなんだろう、使う、こんな暑かったら使うよね。なんか今日日傘の歩いてる女の人2人見て、日傘差してるなあ、レナも差した方がいいかなーってじーって目で追っちゃった日傘について考えた。マジで痛すぎてもうこうやって歩いてんの、こう腕さそのままで歩いてるから、もうこうやって腕出てるとこうやって歩いてる。で携帯で頭痛くならないように太陽当たってる頭をこうやって携帯持って、携帯でこうやって歩いてる。絶対意味ないのにこうやってマジで面白すぎて見られる、意味ないでしょみたいな感じで見られる。うん、頑張ってください、気をしていいよ、気をしていいよ。明日も頑張ってね、ありがとう。マジでさやばいんだよ、焦げれなでも可愛いですか、画面入るよ。え、なんか暑くてレッスンするときに最近下ろしてなくて、ポニーだから帽子かぶらない、なんか帽子かぶっても暑くない。こんばんは、反省短パン麦わら帽子でいくか。ブタラ合ってません、よくないでしょ。よくないでしょ。いやそれな、なんかわざわざ焼いてて、しかもなんかバイトもなんかもう毎日海のバイトみたいな、
言ってて、もうなんか大丈夫みたいな、マジでなんかやばい。なんかこの間久々に会った時にもう黒くなりすぎて、なんかこうやってなんかもう運転できるんだけど、一個下なんだけど、なんか夜にドライブに行ってたから分かんなくて、で止まった時になんか普通にお互いこうやって話してて、車の中 でそしたらさ、急に腕をガンみたいな掴まれて、なんかねこうやって見られて、こうやってじーって見てんのね。で、え、かきるの死ぬみたいな言われてマリンなんかヒサロ行っとんやでみたいな言われていや黒すぎなみたいな、マジでやばいんだよね。まあマリンなだけいっかみたいな、名前もこれやしなとか言ってました。名前もこれやからもう働くの海やねんとか言っていやいやいやよみたいなマジで面白すぎてかわいいしてるよ。日傘ね、日傘リベンジするか迷う。でもさ、雨傘さもう2本あるんよ。だからで、こないだちみまる子ちゃんのやつ見て、なんかおじいちゃんがちみまる子ちゃんの友蔵だっけ、友蔵がなんか日傘を差してたんだけど、なんか日傘を差した瞬間にめっちゃ涼しいみたいな感じを出してたのね。なんか日傘ってそんな涼しいんだみたいな、かきれん日傘差さないんだよね。逆に自分で買ったらってこと。え、でもなんか使おっかなみたいな、家にあったら使おっかなみたいになるかもしれんじゃん。家出る前に、あ、そういう日傘あるんだけど使うかみたいななんないかな分かんないけど、すいません、いいよでもポニーだからさ、かぶんないんだよね。髪の毛下ろしてる時はかぶってるけど、あとメイクしてない時ぐらいかな。帽子あんま好きじゃないから、暑くても帽子かぶんないんだよね。ね、髪の毛もね、傷むしね。めんどくさい、傘は。なんか、普通に雨の時にね。雨が嫌だ。だからもう必然的に傘も嫌になる。ね、それ言うよね、なんか温度めっちゃ違うって。麦わら帽子、じゃあ日傘買わんと麦わら帽子買うか。そう、日の光避けてるよ、避けてる避けてる。なんか今日アイスめっちゃ来るんだけど、バニラアイスが。ね、それな、ヒサル言っててへそぴも開いてるし、マジやばい。へそぴ開けさせられて、え、なんかね、マリンちゃんって結構なんか中学の後輩なんだけど、レナになんかめっちゃさ、先輩なのに、しかもレナキャプテンだったのに、なんか一番さ、なんかマジでなんか時間がない時とかに、後輩だからさ、早く降りてきてみたいな言うじゃん、レナがね。なんか後輩は2階に荷物置いてみたいな、何してんの早く降りてきてみたいな叫んで、ね、めっちゃ遅いのね、降りてくんの。多分舐められてるからね。で、なんか先生とかにもレナが怒られるやん。なんかもう早くしろって言えみたいな言われて、言ってるしみたいな降りてこないんだよ後輩の後輩たちがみたいなって思って、なんかめっちゃでかい声で早くしろみたいな言ってんのに、全然さ降りてこないぐらいちょっと生意気な子たち で降りてきたと思ったら、なんか早くしろみたいな言ってたねとか言ってさ、なんか復唱してくんのね。レナのなんか本気の早くして、早く降りてきてを本気でなんか言ってるのに、ふざけてね復唱してきて、でレナが怒られるみたいな、でそれを笑われるみたいなね、後輩に。やばくない？本当にマジでね、ずっと怒られてたんですよ、マリンのせいでだけどなんかなんかピアスとかめっちゃ怖い人で、マリンさんはめっちゃ怖い人で、なんかへそピ開けるのも貧血になってたやばい、クラクラする
マジで可愛いんだよ本当に。そう可愛いんですよ、生意気だけど可愛くて可愛いしてるよ。急にね、急になんか弱点があるんですよね結構。マジおもろくない？なんかアイス大量すぎてコメントないんだけどあるけど読めない。あー曇りぐらいがいいかな今は。そうなんだ、今日だから、今日で終わり、あそういうことね、今日で終わりだからか。そうマジで開けてあげたの、開けてあげたんだけどちょっと待ってみたいな、やばいこれ貧血なってるわとか言ってフラーみたいななっててマジでおもろすぎてえー明日で1年なんや、知らんかった。でもなんか顧問の先生の前ではなんか「アレナさんこれしますよ」みたいな、「あボール持ちます持ちます」みたいな調子良さげなんですよあの人本当に。アイスたくさん食べますありがとう最終日だからかわからないがなんかたくさん来るんですけど、なんでみんな、なんでそんなに持ってるんですかアイス。いやコメントないじゃんコメントないんだけど。全部食べるね、バニラ、いちご、へえ。お疲れー。カップとコーン、スコーンがあるのか、余ってるって何ね、下に見られすぎてやばいんだよね本当に在庫処分やめて。お、やめかいめありがとう。今日は何したの？踊った踊ったおつそれな、アイス大量すぎるマジでマジで。はい来ました、アイス。おおお私がってことかな、レナがワク君見られるタイプってこと。うん、わかんないな、ワク君見られるかな、童顔とも言われるけどわかんないいやいけない、ただの色違いすぎるウケる。え、マジでもう焦げれなすぎてやばい。だってあの時高校生か、もう普通に、え、あれ何月だ、8月とかか、あそうだね、もう学校行きも帰りも体育の授業も何にも日焼け対策なんかしてなかった。本当に夏休みかぶってたじゃん、マジ週に2日ぐらい海行ってたしね、何にもしないで。やばいよね、毎日頭痛かったやる前に。18には見えない、え、どっちどっち、あ20とかに見えるってこと、ありがとうわかんないけどうんうん、確かにすっぴんはあのもう小学生とか言われる、家族にはふざけてたけどね。今だ、怪我して怪我していいよアイスの舐めをかけあげたからしてあげます今だ、ウケる。え、マジで焦げれなすぎたよ。もう何にも、なんか友達とかは日焼け止めをもう大量に塗りすぎて、レナの高校って指定カバンだったんだけど、黒で、なんか黒の指定カバンだったんだけど、マジで友達みんな、
腕こうやって持ってるから、マジでカバンが真っ白になってたの。日焼け止めがみんなつきすぎて。なんだけど、なんかもうレナだけ真っ黒みたいな。なんか日焼け止めでカバン黒くなるみたいな、ない？知らないか、みんなは。わかんないかな、わかんないかな。え、みんななんか、なんかね、日焼け止めついてんの、カバンにね。マジでなんかオーディションの一時受かった時にやっべえって思った、やっべえって思ったけど、でも最終審査の合否の時に変なフェス行ってたもんね日焼け止め乗ってたかな、あの時は。ワンチャンワンチャンね、ワンチャン乗ってたかもしれん。ワンチャン受かるかもしれないからちょっと気をつけるかみたいな感じで乗ってた可能性もある。いや、わかんない、覚えてないけど。嫌いなんだよね、日焼けしたくないわけじゃないんですよ。日焼けはしたくないですよ、したくないんですけど、日傘はちょっとめんどくさくて、日焼け止めはちょっと苦手なんですよねって感じですね。帽子も嫌いなんだよね、昔から。マジで帽子嫌いすぎて、なんか中学の時になんかレナの1個下か2個下ぐらいから、なんか中学の指定の帽子ができたの、めっちゃくちゃダッサいマジでセーフと思ってマジであんなのやってたらもう本当に中学通ってないマジで。なんか体育祭の時の、なんか体育祭の練習の時はなんか 1,2 年生は絶対被ってくださいみたいな、で3年生はなんか帽子の販売がなんか3年生になってから始まったから別に買っても買わなくてもいいですよみたいな。マジ最高と思って。いや、マジやばくない？ 1,2 年生なんか変な帽子いっぱいみんな被ってんのマジ強制なの、嫌だと思ってマジでセーフだった。マジであと1年遅かったらあの帽子を被っていたって思ったら、マジでもうそれだけでもうこの時代に生まれてよかったって思えるぐらい本当にダサかったんだよね。嫌だったマジで、あれはなんか見てるだけでも嫌だもん、かわいそうだなと思ってた気がしていやマジでやばいよね。でも日傘マジで使うようにする。え、もうなんか頭痛くなったんだよ前に。なんか本当にマジで10分とか15分ぐらいしかなんか外に出てないのに、その日の夜に、あ、これは絶対太陽のやつの頭痛だなと思って、薬全然効かなくて1粒飲んだけど、で2粒目飲んでやっと寝れたみたいな。マジやばいんだよ、やばいよね。いや、学校してよ、さすがにね。まあ指定カバンはまだいいとして、もう帽子何みたいな、え、そんなんにお金使うみたいなマジやばいんだよ。なんかどんな帽子かさ、自分は買ってないからわかんないけど、なんか見た感じなんかおかしかったなんかね、おかしかったです。中学の時かな、なんかおかしいやつだった、なんかよくわかんないいや、マジでなんか名古屋がやばいんだよね。なんか多分兵庫で今年の夏を過ごそうって思ったら日焼け止めもギリ塗らないし、日傘なんて絶対刺さないんだけど、ここです、問題は。ここなの、問題は。もう日差しが痛くて痛くてね。チャリ通あった、ヘルメットあった、マジでやばいよね使ってないけど、レナは。おもろかった、あれも。そう、なんかね、頭痛くなるんだよね。なんかすぐに、すぐに太陽当たったら頭痛くなる。日傘使わないとダメだよね。なんか日焼け止めか日傘はどっちかだよね。38でやっぱ無理、えぐいねそれ。え、名古屋マジでやばいよ。なんか多分兵庫の友達を名古屋に呼んだらみんな多分気絶するぐらい暑いと思うだって兵庫の人はマジでなんか兵庫でも、兵庫の夜とかでもなんか暑ーみたいな、みんな友達とかこの間言ってたの。いやいや、マジで名古屋来てみって言ったもん。マジ生きていけないよ、そんなんで弱音吐くなって言ったマジ弱音すぎだよって感じだよねこっちからしたら。うんうん、わかる、部活でチャリ
受ける。でも兵庫だけじゃないでしょ絶対あるよ絶対どこの県もうんマジで犬とか散歩できなくない？夜でも。え多分犬とかやばくないですか？え昨日ねココミと途中まで帰ってたんだけど、ジーがいてココミが見つけたんだけど「やばいココミや!」みたいな「やー!」みたいな言って、なんかめっちゃキモくて進めなくて、そのやつがいてフレンドたちがここら辺にいて「やばい進めない」みたいな、2人で「やばいやばいやばい、えキモい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 」みたいな、ずっとこうやってうろちょろしてんの。そしたらマンホールの中に入っていって、キャー!もう2人でなんか笑った。ヒュンって中に入っていった瞬間「やばー!」みたいなマジでマジキモくない？え、もうなんかやばいんだって。なんかなんであんなにいっぱいいるんですか？本当にキモい。やばくない？え、そう昨日ね久々にね2時に会いました。多分久々かな、結構久々だった気がする。多分ね今日も会えなかった。もう少し前は毎日会ってたんだけど、昨日もたくさん好きって言いましたえ可愛いの。なんかここみさ、なんか普通にこうやって2人で喋ってるじゃん。普通にこうやって2人で喋ってたら、なんかレナのカバンの中をゴソゴソなんか見出して、ねえこれって何々なのとか、なんかねいろいろ見出して、なんか家の鍵入れとかめっちゃ見てきて、何してるんだろうみたいな、エアポッツイジイジしたり、マジ可愛かった。言わないけど可愛いねって。ちょっとキモいじゃんさすがにそれ言ったら。なんか普通に話してるふりしてめっちゃ可愛いって心の中で思ってました。え、マジやばくない？もうなんかマンホールに入っていったの見てマジで最悪と思って、もう二人で爆笑二人で爆笑なんだけどやばいよね。そうカバンの中、でもレナのカバンマジで何も入ってないの。マジ家の鍵ぐらいしか入ってない、エアポッツとマジでそれしか入ってないのに、その二つを一生懸命なんか見てた。かわいいマジ可愛すぎて無理マジでマジでマジ可愛くて無理だった。心の中ではね、可愛いな、何してんだよ可愛いなって思ってたけど、うんそうだよね、普通に話した普通に話しましたマジ財布とかマジ全然触らないです。兵庫に帰るときも持って帰らない幕張とかも財布持って行ってない。結婚していいよ。可愛いよね。なそういうところが子供なんだよね。なんか大人っぽいみたいな言われてるじゃんよく。可愛いんですよ子供なんですよマジで子供すぎて可愛い マジ可愛すぎたよ。家に G 出ないよ家に G 出ないよ、最強だから私の家は出ません G は。でもさホイホイ系ってさ、あれじゃないの、寄ってくるやつじゃん。あれ多分寄ってくるよね。だって嫌じゃない？寄ってくるの。なんか確認していたら嫌じゃん、いるんだってなるから嫌だ見ないのが一番だよね。謎の総合、確かにココミングッズいいね。え、財布とかいらなくない？いらないでしょいらないよね。
だってさ、あのカード入れにさ入れてるじゃん、学生証とかも全部。財布にカード券入れてないかも。あの IC カードとかも。あさらないです。そう、ここみの方がね背が高いんだよね。そうなんだよ。寄ってくるんじゃないのあれ。そうそうそう、なんか寄ってきて入ったらゲットみたいな感じじゃん。嫌じゃないそれ。嫌だよね。あー、携帯会社の通信障害的な。あんのそんなの。たまにあるよね。でもなんか携帯全く動かなくなるみたいな。うんうん、ねえ、2匹ゲットやだな。そう、スマホあればなんとかなるっぽいじゃん。そうなんだよね。財布にねカード系入れてたら持っていくだろうけど、別でしてるから財布置いてるな。重くない？あとなんかたまにさ、5円玉とかがなくてお釣りが大量になった時にもうその財布を持つのがめっちゃ嫌で、なんか自分の使い方が悪いんだけどさ、そういう時ってさなんか嫌じゃん。重くて重くて嫌じゃん。だからそういう時はもう使いません、財布は置いて。劇場にラーメン屋さんなんかあるの？うんうん。でもたまにあるんだよね、現金にしか使えませんとかいうお店とかね、あるよね。Gゲット、 GG じゃん。DD 風に。背の順で並んだことないかも。わかんない、何番目だろう。11人でしょ。11分の8番目とかじゃない？それは高すぎ。マジで、じゃあ歴史刻む時マジやばいじゃん。歴史刻む時はもう逆にスマホ置いて、スマホ置いて財布持つね。そうするわ。そうなんだ、携帯も置かないと歴史刻めないのか。成長したね、もろ。ペイペイ使えないね、あるよね。ペイペイ使えないことある、普通にたまにあるよね。 IC カードとかも使えないことある。知らないけど買っちゃったの、ウケる。イコカ、イコカとか、イコカです。イコカかな、けどイコカなんか携帯に移せなくて、だからでもなんかあんまり IC カード使わないからいっかって感じ。そう、重いじゃん、財布重くなっちゃうから嫌ですね、そういう時はね。そうなんですよ、明日ね皆さんに会えるよね。制服の目マジでないからね、久々だから。25が。うんうん、新しい千円札も5000円札も1万円札も何もゲットしてないです。500円玉って変わった？新しく変わってない。なんか500円玉ってなんか種類なかったっけ、2個ぐらい。なんか最近変わんなかった？変わってなかった、どうしよう、充電切れない。小銭入れって何？何それ。
ね、わかる。え、なんか温泉とかよく行くんですよ、私って。なんか愛知県でも行くし、兵庫でも行くんだけど、ロッカーとかでマジで100円が返ってくるけど100円いりますよみたいな時とか、マジでお母さんもなんか全然マジであのあれなのね、携帯とかカード生活だから、マジで2人でやばい100円玉持ってないかもみたいな言って、でレナはもう財布なんか持っていかないじゃん、名古屋だしまずでお母さんがやばいないかもみたいな、たまに崩してる時とかある。そういう時なんだよマジで困るの。なんか帰ってくるならいいじゃんみたいな、帰ってくるけど100円必要な時とかあるからね。だから8番目じゃないの、3番目低すぎ新しいの見てない、なんかニュースで見た、でもなんかキラキラしてるって。2時そう、歴史刻みたいって思ってんのレナ。そうそうそう、歴史ね、刻めてなくて、まだ刻めてないんですよね。そう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 、けどなんか高校終わって定期じゃなくなったから、携帯にワンチャン動かしても問題ないかなって思ってるけど、わからない、どうなんでしょうね。え、マジで歴史を刻みたいんだけど、なんか全然刻めそうじゃない。あ、え、だよね、え、500円玉変わったよね、ちょっと前、数年前なの。え、なんかどんなに変わったんだっけ。え、500円玉変わ、あ、変わったよね確か。うん、え、2年前、え、マジで最近だと思ったまあまあ前だったね。うん、それだ。なんかなんか500円玉、新しい500円玉は対応できませんみたいな書いてたね。でなんか問題になってたよね問題にはなってないか小銭入れとか使わないんだけど財布についてるくない笑ったらダメなのこういうのマジで温泉マジで行く、めっちゃ行くんだけど、なんか潔癖ではないんですよ。なんかマジ最近同期とかにもね、めっちゃなんか、いやレナは潔癖だからねみたいなよく言われるのね。レナ無理だわそういうのみたいな言ったら、あ、潔癖だからねみたいな、違うよこだわりが強いだけだからって言ってるうん確かに神社ね行くからね、ガチャガチャ可愛い、アイスめっちゃね、完食できるかわからないから超お腹が減った時に行こうって感じへえ、カプセルってこと？歴史を刻みたいんですよ。歴史を刻めに行きたいってことですラーメン食べたいです。いや、バカにしてないよ全然顔が使ってる使ってるのに辛いとか言って、てかバカにしてないよ全然、いいと思うよ、いいセンスだと思いますいいな温泉、明日温泉行くかも、わかんないけどいける、そういけるそれにいる涙やばいサウナ逆にあんまり好きじゃないね、うわーってなる、苦しくなる、入った途端うおー無理だってすぐに出ちゃう、サウナはなんか苦手ですねアリマ温泉はよくあるね、行ったこと、潔癖じゃないからね、温泉は愉快ですよ、全然大丈夫だよ。いや否定してないよ別に否定してないんだけど
まあ便利そうだよね、確かに。なんかね、なんかここ使うねーってなった時にあったら そうそうそう、ラーメン屋さん、ラーメン屋さん、歴史を刻め、歴史を刻めだから、歴史を刻みたいんですよ、そろそろね。だけど行けてない。え、小銭入れとかあやちで何が違うの？一緒じゃないの？え、どういうこと？なんか分からない。予習して予習して。播磨温泉行きますね、よく。何時までやってんの？誰と行こう？同期かお母さん、誰と行こっかな。小銭入れ攻撃じゃん。いいセンスじゃない、普通に。明日行くって言った、あれな、明日普通に公演終わり。一人じゃない。一人じゃないよ。そう、サウナね、入れないんだよね、苦しくなっちゃう。コツ聞くわ、また明日マキコさんに。サウナ苦しくなっちゃうんですけどって。財布小銭で膨らませたくない、使えばいいじゃん、うまく。一生バカにしてるって言われそう。バカにしてないよ、全然あるよね、たまにたまっちゃう時も。便利そうだよね。小銭入れプレゼントしようか。いや、いらない。いらないです。でも案外なんかみんなからもらったから一旦使ってみるかとかなって、その温泉とかでさ、やば、みんなのおかげで助かったとかなるかもしれない、かもしれないけど多分ならないけど。なるかもしれないからね、わからないよね、そんなの。そう、わからないです。そうそうそう、だから聞いてみる。おやすみなさーい。ツアーの時もほののさんと話した、面白い。なんかあのサウナってマジでさ、あの扉開けた瞬間マジ苦しくなんない？あっつーってなって無理になる。もう無理だって、もう無理っていうか入ってもないけど、なんか一瞬で、一瞬でっていうか、もう無理なのよね多分。あ、10時までなんだ。あ、10時か、ちょっと微妙だったわ。公演終わりは微妙だね。じゃあ分かんないけど。確かに、まあ、みんなも確かにそうかもね。公園で200円いるのか。あ、じゃあもういいよ、使っていいよ。あの小銭入れいいじゃん。便利そう、それは。使う人は便利そう、確かにね、便利じゃん、便利だよね。え、なんかあと、なんかサウナも苦手だし、あの入れないこともないんだけど、そう、なんか入ったとしても、あの水風呂に入れないんだよね。水風呂、もうどんだけ暑くても水風呂入れない。なんか昔ね、なんかあの小学校か中学校の時に、小学校の時かに、なんか試合終わりに、あのなんか水風呂に入らないとダメで、普通に試合終わりにみんなでホテルに帰って、みんなでお風呂に入ってて、でなんかその時のキャプテンが、なんか全員水風呂に入れみたいな、いや無理だってみたいな、逃れようとしたんだけど、マジで捕まっちゃって、
もうめっちゃマジで苦しかった。もうそれトラウマで入ってない、そっから。なんかあとなんか足とか痛めた時とか氷水に足つけるとかも苦手。急に冷たいのとか無理。マジ逃げれなくて、あの時なんか肩まで水風呂に入らされて死ぬって思った。マジで死ぬって思いました。そう、それだったらサウナの方がまだいい。いやだ、水風呂入れないんだよね。なんかどんだけ暑くても水風呂に入った瞬間もう冷たすぎない？わかんないけど。使っていいよ。みんないるよね、家使うからね。許可出すね。許可出すわ。許可出しますわ。温泉もあんまり長く入んないかも。長く入んない、暑がりだからね、レナ。海ほどなんか海の方がまださ冷たくないじゃん、だから。本当に歴史刻みたい先輩いるんだ。ちょっとじゃあ誘ってみよう。歴史刻みたいんですけどーって。え、マジ修行だよね、サウナも。まあレナからしたら一旦修行じゃん。その後に水風呂も入んないとダメだから、もうそれも修行すぎて、ちょっとサウナは無理かも。でもさ、試合終わりって言ってもさ、そんなすぐじゃないじゃん。試合終わってさ、もう何時間も経ってるのに。え、マジトラウマになったから本当に。かわいいしてるよ。え、マリンはサウナめっちゃ好き、マジでサウナめっちゃ好きなんですよ。ね、それ言うよね、水風呂もいいみたいな。私はちょっと苦手ですね。今日もおもろくて水に入るからおーみたいなの生きて冷たくなく。え、どういうこと？あー、なんか慣れるみたいなやつか。慣れるね、川のが冷たい。あ、確かに川冷たい。去年の夏に川に行ったんですよ。去年の夏だったっけな、去年の夏か、うん、に川に行ったのね。神奈川で、いとことおじいちゃんおばあちゃんと川に行って、なんか魚をつかみ取りをいとこがしてて、で川で一緒に遊んでたんだけど、めっちゃ冷たかった。生誕にしよっかな、小銭入れ。いや、夏はもう絶対シャワー。てかめんどくさい、なんか一人だったらめんどくさい。実家に帰ったらあれかな。え、でも実家に帰っても温泉行くかな。東京にあるの？歴史を刻めってさ、どこにある？どこが発祥？愛知県？境界ね、してるよー。スピン概念してるよー。わかる、なんか疲れちゃうよね。なんか温泉でさ、もう限界ってところまで入っても体疲れるのに、サウナでもう冷たっ冷たなんかなったらもうやばいよ。川流さやばいじゃん、ダメじゃん。ダメだよ。実家から？え、わかんない。なんか近いとこも行けば遠いところも行ったりする。へえ。愛知県じゃないんだね。なんか愛知県で初めて聞いたの、歴史を刻めよう。愛知じゃないんだ。知らなかった。怪我せん、いいよ。愛知だと思ってたよ。愛知発祥の食べ物ってめっちゃ多いじゃないですか。多いよね。なんだっけ、
なんかいろいろあるよね。京都なんだ。で本店は大阪的な。え、そうなの。関西なんだ。じゃあなんかアイスやばいんだけど。アイスやばい。川遊び禁止だった。川ないですね。家の近くに川ないから、なんかそんなんなかったかも。結婚して、いよき銀河系一かわいい。当たり前だよ。結婚して、いいよ。あー京都のラーメンなんだっけ、なんかあるよね。え、クレイジーなの。嘘、ないんですね。川。え、なんかそう、なんかみんなが想像し、みんながっていうか、なんかあのキャンプで行くような川はないですね。なんかヌートリアがいる川はあるけど、森もあるけど、森兵庫なさそう。え、待って、もうこんな時間なの知らなかった。かわいい、してるよ。みんな、アイス終わりまであと3分だよーって言ったら、またちょっと大量に送られてきちゃうから。もう、ね。コメントより多いんじゃない？今日アイス。いける？しかもチョコミント多め。バーベキューね、する予定だったの夏に。なんだけど、潰れました。一回。第一回企画、潰れちゃったの、柿本家のバーベキュー企画は。そう、ヌートリアがいるから、そう、さすがにね、ヌートリアと一緒の皮はもう皆さん想像がつくような皮なんだけど。アイスでも投げた。山しかないの。山しかない、山しかないよ、マジで山だよ。兵庫は、兵庫イコール山でーす。え、なんでさ、みんな最終日はこんなにさ送ってくるのに、なんかいつもはなんか控えめに送ってたの。なんか最終日だけたくさんもらえる的な。こんなのもアイスハラスメントじゃん。ありがたみゼロの言葉。明日頑張ってね、ありがとう。明日頑張る、ありがとう。アイスでー、やばい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 。チョコミント、スクヒレン大好きだよ、チョコミント。ちょ、挑戦したいと思ってるから。またねー。またね、おやすみ。おつれーなー、見に行くねー、待ってます。アイスハラスメントすぎない、個性に刻んでね。あ、しゃがまてん、ありがとう。やっとずっと投げてたもんね。お疲れー。うん、兵庫海もあるよね。海も山もどっちも綺麗。山が綺麗か分からないけど、海は綺麗、見た目は。あ、しゃがまてん、ありがとう。配信ありがとう。お疲れ様、ありがとう。投げた。ありがとう、みんなアイスたくさん食べます。公演が終わったらアイス、みんなのアイスをたくさん食べたいと思います。そういうことね、みんなありがとう。やばい、アイスのせいでコメントが追いつかなくて無理。おやすみ、おやすみアイス。シェイクシェイジョン、ありがとう。頑張ります。頑張りかけや。ありがとう。ありがとう。バイバイ。頑張り。ありがとう。おやすみ。明日も頑張って。ありがとう。ありがとう。ありがとう。結婚しないよ。明日楽しみに頑張ってね。ありがとう。おやすみ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 。ごめんね。夢なくて。